こんにちは、クリプトタイムズ代表の新井です。今回の動画ではワールドコインのアプリの使い方、そしてオーブを使ったワールドコインの認証に関して解説していきたいと思います。この動画を見ればですね、ワールドコインの認証やアプリケーションの使い方を理解できるので最後までご視聴ください。はい、それではワールドコインのアプリケーションの使い方を解説していきたいと思います。まず今回ですが、iPhone を僕は使うので iPhone で説明していきますが、基本的には iPhone も Android も利用方法に関しては同じだと思いますので参考にしてみてください。ここで注意なんですけれども、 Android ですが、 Android の方はですね、詐欺アプリとかっていうのもめちゃくちゃ多いので絶対気をつけてください。概要欄にですね URL 貼っておくようにしますので、そちらから URL にアクセスして、インストールするようにしてください。それではワールドコインのアプリケーションがインストール終わっているので、こちらを開いた状態からになります。はい、アプリケーションを開くとですね、このワールドアップという画面が出てきて、このチェックボックスがあるのでチェックボックスをクリックします。このチェックボックスをクリックすると、新規アカウント作成しますか、既存のアカウントっていうところがあるんですけれども、今回新規アカウントをクリックします。するとですね、アカウントを作成していますというふうに出て、このアプリケーションの中にウォレットを今作っている状態なんですね。なのでこれ少しウォレットができるのを待ちたいと思います。はい、今無事ですねアカウントが作成されました。するとですね、あなたの電話番号を接続しましょうという項目が出てきます。これ電話番号をなぜ入力するかって言いますと、後ほどですねこれ電話番号や iCloud にバックアップをしておくことで、例えば iPhone をなくしてしまって今までずっとワールドコインのワールドを貯めてきたけれども、バックアップしておかないとこれを復元することはできないんですね。なので電話番号やマイクラウドのバックアップっていうのが今から必要になるんですけれども、もう私の電話番号も登録してしまっているので、本来であれば新しく登録ができないんですけれども、ちょっとギリギリのところまでやってみたいと思います。はい、今電話番号を入力しました。これ電話番号を入力しまして次へを押すとですね、ショートメッセージが電話番号宛てに届くようになっています。なのでこれショートメッセージを入力してください。仮にですね電話番号を登録したくないっていう方でも、これ後で登録することができるので、その場合右上のスキップするというボタンを押してポップアップが出てきたと思うので、後で確認するというところをクリックしてください。はい、電話番号を登録、いわゆるショートメッセージで認証した後、またはこれスキップするを押してですね次に行った場合は、先ほども言った通り iCloud のバックアップを有効にしてくださいというのが出ます。これは先ほども言ったように iCloud に自分のデータをバックアップしておくので、iPhone から iPhone、 Android から Android のように、他の端末に変える際はですね、このバックアップのデータを読み込むことになります。そのためですね、必ず、バックアップを有効にしておいた方がいいかなと思います。ちょっと今回はこれ iCloud もですねもうバックアップ取っているので、同じ iCloud に、バックアップ取ることはできないので、今回バックアップなしで今ちょっとこれをクリックしました。はい、最後にですねパスワードを選択してくださいというのが出てきますので、6文字以上の、パスワードを選択するようにしてください。これアカウントの利用のためのパスワードだと思っていただければ問題ないので、このパスワードは分かりやすいものを入力してもらえるといいかなと思います。はい、今パスワードを入れたので、これにてワールドコインのアプリケーションの画面に飛んだのが分かるかと思います。はい、これにてワールドコインのアカウントが作成できました。先ほど言った通り電話番号の認証であったりとか iCloud のバックアップは後ほどでもできるので、別にここで登録していただかなくても結構です。それでは今ワールドコインの、これトップ画面というんですかね、トップ画面に入っています。はい、トップページのこの右上見るとですね、はい、現在、セットアップが完了するっていうところがですね、パスワードの設定ぐらいしかしていないので現状 25% になってます。さっき言ったようにですね、電話番号の認証やバックアップをしておきたい、 iCloud にバックアップをしておきたいときは、この右上のネジのマークを押してこのセットアップを完了するっていうところを押すとですね、電話番号の接続とか、そういうのができるようになるので、こちらを押すようにしておいてください。はい、今回は、ちょっと電話番号の入力はですね、新しいアカウントでやってるんでないんですけれども、本来のアカウントであれば電話番号の入力っていうのも、完了しています。はい、ではですねこちら今私の本来のアカウントに今移行しまして、電話番号も、登録しており、アカウントのバックアップもしているところです。今日は、こちらのアプリケーションの中身を使い方を見ていってですね、このワールド ID の認証ということで、ワールドコインのオーブを予約して私の交際この目を認証するっていうところまでをやっていきたいと思います。これ今ワールドアップのトップページになります。トップページはこのワールド ID っていうところにあるんですけれども、このワールド ID のパスポートですね、これ開くことができて、はい、今ベリファイドモバイルデバイスっていうふうに書いてあるんで、はい、現状ですねこのモバイルデバイスが要は認証されました、登録完了しましたっていうのが、このパスポートに記載されています。あとはですねこのワールドコインの、今通貨の情報が出ていたりとか、ワールドコイン
の認証済みの ID っていうのが今日時点でもう585万人いるみたいですね。585万人がワールド ID を認証してますよっていうような情報が出ていたりとか、まあ、あとはですねこのワールド ID のアプリケーションの詳細が出ています。他にもいろんなアプリケーションがここから読み込めるようになっていますね。ワールドコインに関しての詳細な情報っていうのは以前の動画でも紹介しているんですけれども、このワールドアップでは、まあ、いわゆるこのワールド ID を使って自分が、まあ、本当の人間ですよっていうのを証明することができる、まあ、アプリケーションです。今後ですね、まあ、あらゆるアプリケーションがどんどん出てきた時に AI じゃないですよ、人間であることを証明してくださいねっていうような時とかにこのワールドアップで、まあ、スキャンして接続するっていうのがあるんですけれども、ワールドコインを認証するっていうようなことが出てくるかもしれないです。はい、ここがですねワールドコインの、まあ、トップページになります。続いてこの左下のウォレットっていうところをクリックしたいと思います。はい、こちらのですねウォレットというのはこのワールドコインのワールドアップ内で暗号資産をですね保管しておくことができます。ワールドコインのグラントと呼ばれるところからワールドを定期的にもらう、いわゆるベーシックインカム的にもらうこともできるんですけれども、それ以外のですね例えば、まあ、デジタルドル、まあ、US ドルを、ここで購入することもできますし、まあ、暗号資産ということで、まあ、ビットコインとかイーサリアムを保管することもできます。まあ、あとはですねここのワールドコインというところで、まあ、自分が今持っているワールドコインを保管することもできます。まあ、これ購入することができるって言ったんですけれども、まあ、これ日本のですね法律上、例えば US ドルを、まあ、購入したいなって思ったとしても買うっていうところを押してもですね、はい、JPI が間もなく入金されますっていうところが出て、自分の今の日本からは US ドルを購入することがこのアプリケーション内ではできないようになってます。まあ、実際ですね、まあ、ご利用のカードや銀行が別の通貨に対応している場合は別の通貨の入金を試すことができますっていうふうに出ているんですけれども、基本的にはこのワールドコインのアプリケーションでは、まあ、日本でのこの交換のライセンスっていうのは持っていないので、おそらくですが、まあ、購入することできないんじゃないかなと。もしくはサードパーティーのツールを使って入れるとかっていうのはできるかもしれないですけど、基本的に日本円を使って、まあ、ドルを購入するっていうのはできないです。まあ、同様にですね暗号資産も、まあ、ビットコイン購入とかイーサリアム購入っていうところあるんですけれども、資金が不足しています、始めるには資金を追加してくださいっていうふうに出るんですね。資金を追加するっていうところを押すと日本円を入金してくださいのところに行って、まあ、間もなく入金されますっていうところに行くので、このワールドコインのワールドアップ内からビットコインやイーサリアム US ドルっていうのは、まあ、購入することはできないです。じゃあ何ができるのかというと、この暗号資産を受け取ること送金することっていうのはできます。そのやり方を解説したいと思います。暗号資産をこのワールドアップ内のウォレットで受け取る場合ですが、もう一回ここから説明しますと、暗号資産をクリックします。そうするとですね右上こちらの QR コードのボタンがあるのでこちらをクリックします。そうすると暗号資産を受け取れるウォレットのアドレスが出てくるんですね。ここでちょっと注意が必要なんですけれども、サポートされているトークンっていうのがあるんですけど、これを見るとワールドアップはオプティミズムネットワーク上のワールドトークン WEESA、WBTC、USDCE のみをサポートしています。他のトークンやネットワークを使用すると永久に失われますっていうふうに書いてます。なのでワールドアップのウォレットにはオプティミズムネットワークのこの4つの通貨しか対応してないです。なのでこの4つの通貨以外のものを送ってしまうと一生失われてしまいますし、オプティミズムネットワーク以外の通貨で送ってしまっても、まあ、資金がですねもう二度と、受け取ることができないので絶対注意してください。まあ、ちょっと今回はですねこの受け取るところは実際には説明はしないのでこちらは割愛させていただきますが、資金を受け取る際はこちらからやることができます。まあ、送金に関しては実際オーブの認証を完了してワールドトークンを受け取ったら送金をしてみたいと思います。はい、グラントというところに関しても説明したいと思います。はい、グラントというのはこのワールドコインで今後受け取れるワールドトークンがここに表示されています。この上のところに次回のグラントまでの期間4日18時間13分28秒って今なっていると思うんですけれども、この次回のグラントまでの期間が要は受け取り期間になっているので、この期間までにグラントを獲得しなければいけないです。で、例えばですがここで全てのグラントというところで自分が受け取ったグラントっていうのを見ることができるんですね。例えばですが期限切れのグラントを見ますと6月3日から6月17日のこの2週間の期間でこの3ワールドトークンっていうのを受け取ることが本来はできました。でも今回ですねちょっと認証を僕してなかったのでそもそもこれを受け取ることができなかったですと。で、今この3ワールドトークンですが今度6月17日から7月1日の期間に3ワールドトークンを受け取ることができます。で、現在の価値、まあ、1375円っていう風になっているんですけれども、これをですね受け取るためにはワールドアップのワールド ID とオーブで認証しなければ受け取ることが
ができないです。このグラントを獲得するためにはオーブの認証をすることが必要になります。まあ、実際今ね、まあ、あのワールド ID まだ認証してないので、この後ワールド ID の認証の方法に関しても解説していくので、それが完了したらまた取っていきたいと思います。では、これからワールド ID の要は認証をしていかなければいけないので、オーブの予約をしていきたいと思います。はい、オーブの認証ですが、はい、トップページのこのワールド ID を認証しましょうというボタンをタップするか、このネジの中からオーブを見つけるというところをタップして予約をしていきたいと思います。今回トップページのこのワールド ID を認証しましょうというところをタップしたいと思います。はい、オーブで認証しましょうが出まして、じゃあ予約をしていくんですけれども、具体的にどういうところにオーブが設置されているかっていうのを簡単に見たいと思います。全ての場所を探索するっていうところで、まあ、位置情報を許可しまして、まあ、全部でですね、日本は20箇所が現在オーブが置かれているみたいです。本日撮影しているのはクリプトラウンジゴックスと呼ばれる、まあ、東新宿にある、ラウンジスペースなんですけれども、まあ、ここにもオーブは設置しているので、一番上に今クリプトラウンジゴックスが出てます。都心だけでも、まあ、20箇所が設置されていますし、都心以外の場所でもですね11箇所、設置されているので、この中から一番近しいところを、選んで予約してください。はい、ではですね、まあ、今回クリプトラウンジゴックスを、予約したいと思います。予約するをタップします。当日からでも空きがあれば対応しているので、今回この後やるので6月26日をクリックしまして、今17時53分なので、じゃあ18時からで予約をしていきたいと思います。そうするとですね、18時からの中に、まあ、今予約できるところが何個か出てくるので、今回はクリプトラウンジゴックスを選択します。こちらですね、予約するをクリックしてください。予約を確認するで、はい、18時から18時20分の間に予約をしたいと思います。予約を確認するをタップします。写真付き身分証明書を忘れずにご持参くださいと書いてあるので確認を押します。そうするとですね、はい、今予約の画面に行きまして、はい、クリプトラウンジゴックス2024年6月26日18時から18時20分の枠で予約が完了できました。これで予約は完了しましたので、後ほど認証を行うような形になっています。ここで予約ができたら、この画面は閉じてもらっても構わないので、左上の矢印をクリックします。はい、それではこの後実際にワールドコインのオーブを使って認証していきたいと思います。はい、それでは今時間になったので、クリプトラウンジゴックスに来てワールドコインのオーブの認証をしていきたいと思います。ワールドコインのオーブの認証ですが、ワールドアップの中のワールド ID を認証しましょうをタップしてください。こちらをタップすると、まあ、予約の画面が出てくるので、この右上にある QR コードのボタンをクリックすると QR コードが出てきます。この QR コードをオーブの認証のオペレーターの人に見せるようにしましょう。お願いします。はい、はい、OK です。では一つ前の画面に戻っていただいて、オーブの QR コードを読み込んでもらったら1個前の画面に戻るそうです。これ戻ります。それでは、認証を開始するを押してください。はい、認証開始するをタップします。はい、オーブの詳細をご覧くださいっていうふうに出てるんですけれども、まあ、注意点ですね、まあ、自分がユニークであること、実在している人間であることとか、まあ、ユニークな番号を計算しユーザーが認証済みのワールド ID を持っていないか、僕自身がワールド ID を以前認証してないかっていうような、まあ、注意書きとかが出てきます。新しいワールド ID を取得するをクリックします。はい、18歳以上でありますし、まあ、同意、こちら全部認証をチェックして続行をクリックします。このコードをオーブに表示するというふうに出ました。はい、それでは認証を開始します。はい、はい、それではそちらの QR コードをこちらのカメラに見せてください。はい、QR コードをオーブのカメラに、読み込ませます。はい、それでは認証を開始しますので、こちらの黒い部分を見ていただいて目を大きく開けてください。オーブに向かって認証していきたいと思います。はい、 OK です。はい、今これ認証が完了したみたいです。実際多分30秒もなかったと思います。はい、続いてこの次のステップをクリックします。はい、こちらもそのまま押してください。はい、オーブに顔を表示してくださいって出たんですけど、もう認証終わってるのでこれも押していいみたいです。いや、そのままお待ちください。はい、で今音が鳴ったので無事認証が完了しました。すでに、まあ、認証完了してるみたいですね。こちらのワールドアップと認証を、つなげてるところです。あなたのデバイスに認証を送信していますっていう風になってるので、ここで認証してワールド ID の情報をこの今端末に入れているところになります。今オーブで、私が認証したこの交際データっていうのが、まあ、オーブを通してこの、まあ、アプリの中に無事データが送信されました。まあ、この画面に行きますと、まあ、認証されました、あなたはアカウント認証に成功し、さらに多くの機能をご利用いただけるようになりましたと出ますので、開始しましょうをクリックします。そうするとですね、あなたが受け取るワールドコインのシェアです。向こう1年間に少しずつ受け取るでしょう、下記を受け入れして獲得してくださいという項目が出まして、
これがですねここから1年間で、受け取れる暗号資産になります。67ワールドコインなので現在の時価でいうと3万円分ぐらいのワールドコインを受け取ることができます。はい、なのでこちらをですねチェックしてシェアを獲得するをタップします。はい、そうすることによって、今後1年間でこの67ワールドコインを受け取ることができますし、このオーブの認証も無事完了しました。実際に私ですねオーブの認証を行って、要はあなたがオーブで認証しましたよっていうのがこのパスポートの中のさっきまではモバイルデバイスベリファイドだったのがここに追加でベリファイドバイオーブという風になったのでパスポートのようにスタンプが押されているんですね。なのでこれオーブでの認証が完了したという証になります。これでですね私今オーブの認証も終わって実際にワールドトークンを獲得するところを解説したいと思います。こちらの右下にグラントというタブがあるのでこちらをタップしてください。この1年間で受け取れるのが67ワールドっていうところだったと思うんですけれども右にスライドしますとこのオーブを認証したことによってもらえる、ワールドトークン10トークンがあるんですけれどもこれを獲得することができます。なのでこちらのグラントを獲得をタップしてください。はい、そしたらですねグラントを受領してください。ワールド ID が認証済みであればこのワールドグラントを獲得できますっていう風に書いてあるので、こちらワールド ID を使って獲得するをタップします。ワールド ID で認証するでこちらをタップします。はい、今認証中で認証済みとなりました。これによって10ワールドグラントを獲得しましたと出るのでワールド10配布が請求され48時間以内にあなたのウォレットに入りますという風になってます。なのでこれ続行タップしてください。これワールドアップの通知を送信しますかっていう項目が出たんですけれどもこれはですね、グラントとかが獲得できるタイミングで、プッシュ通知飛んでくるのでこれ許可しといた方がいいのかなと思うので今回許可したいと思います。続いて現在のこのグラントで予約されているワールドトークンを受け取る方法を解説します。はい、今これ全てのグラントのところからこれグラントもすでに私予約してるんですけれどもまだ予約できてない方は予約済みにしてください。でそうするとですね予約したタイミングで今後予約したこのグラントが受け取れるタイミングになると先ほど通知をオンにしている場合ですとプッシュ通知が飛んでくるようになります。このプッシュ通知が飛んでくるとこのワールドコインのこのワールドトークンを要は請求することができるので今回でいうとこの3ワールドトークンが請求することができてウォレットの中に入ってきます。ちょっと現在ですね予約してからまだ24時間経ってないのでこれ請求をしてもオーブで認証しましょうというような画面が出て現状請求できないようになってます。なのでちょっとここは今回は割愛させていただきます。現在ですねこのワールドコインを先ほどの、オーブを認証したことによる、グラントで10ワールドコインを、獲得しています。で現在の価格でいうと4560ワールドになってるんですけれども、はい、これどこで見るかというとこのワールド ID ウォレットグラントとなっているところのウォレットをタップしてワールドコインをタップしますと、はい、こちらから10ワールドトークンというのが確認できます。本来であればこのワールドコインのワールドトークンを売却することもできるんですけどちょっとまだ認証したばっかなのでまだ売却することできないですね。はい、今売却をしてもワールドトランザクションの準備ということで、24時間ぐらいだいたいかかるみたいです。なのでこのワールドコインの中で売却するを押すことによってワールドコインを USDC というような通貨に送ることはできるようになるので、こちら24時間経ったら、これができるようになります。でこのセクションではワールドコインの要は使う際の注意点を解説していきたいと思います。ワールドコインの今回の解説の中でも要はバックアップ取ってくださいねっていう風にめちゃくちゃ言ったと思うんですね。このバックアップを取っておいたけれどもバックアップを引き継げないっていうケースがあります。でこれどういうケースかと言いますとワールドコインのバックアップをこの iPhone で初め取りましたと電話番号を認証してワールドコインは iOS ですとこれを例えばこの Android のスマホに要は機種変更しました。でこの機種変更した際電話番号を認証していてもバックアップが全部この iCloud に保存されてるんですね。なので Android では iCloud にこれアクセスすることができません。なのでバックアップを引き継ぐことが現状はできないようになってます。でその逆もしかりで Android のバックアップを iOS で復元するというようなこともこれ現状ではできない設定になってます。これはですねワールドコイン側に確認をしたんですけれども現状は対応していないっていうところなのでこれら例えば iOS から Android や Android から iOS になっている場合はこのお手持ちの端末 iOS であれば iOS Android であれば Android の端末を機種変更を別端末に変えた場合はこのですね昔使ってたスマホをなるべく使い続けるようにしてください。これをですね間違ってもう iOS を売ってしまって Android だけになってしまったとかっていう風になってしまうと、現状は復元することができないので、これがですね、ワールドコインが実装するまで待つようなケースになってしまうと思います。でもう一点注意しなければいけないのはこれも先ほど言った通りですね、このワールドアップから資金を受け取る際
まあ、これ暗号資産も受け取ることができるよっていうふうに言ったんですけれども、この受け取る際もですね、ここにも書いてあるんですけれども、オプティミスティックネットワーク以外の資金を受け取ってしまうと、まずこれ受け取ることができません。かつワールド、W イーサ、W BTC、USDC E のみをサポートしているので、この通貨であっても、例えばイーサリアムネットワークの W BTC とか W イーサを受け取ってしまっても、ここには表示されないです。これを復元できないかというような問い合わせもあるみたいなんですけれども、基本的にはこれはできないようになっています。なので、このウォレットアドレスで保管できるのはオプティミスティックネットワークのワールドトークンと W イーサ、W BTC、USDC E のみを、対応しているので、それ以外の通貨は絶対に送らないようにしてください。今回の動画ではワールドコインのアプリケーションの使い方、そしてオーブの認証を解説しました。最後までご視聴ありがとうございました。